お疲れ様でした。お疲れ様でした。検査取ったって変わろう。あ、わかりました。計算しないといけない。はい。いかんといけん。お疲れ様。お疲れ様です。もう痛みが。なんでしたっけ。腎臓結石。あ、マイク取り替えて。なんかあれ調子悪いのマイク。あらまあ。あ、これがね。 はい、あ、わかりました。あ、大丈夫です。ちょっと左です。左、オッケー。大丈夫です。こっちまで。はい。多分大丈夫だと思います。はい。ごめん、写真もお願い。はい。なんか、すごい。ありがとう、ちょっと。 危ない危ない。体勢変えること。体勢変えようとすると痛い。暗いね。日暮れるの早いだよ。早いだよ。どこ痛いの？腰？最初ね、脇腹、脇腹から痛くなったの。そうそうそう。両方、最初痛くなって、で、そっからガン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 ぐん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 痛くなって、そしたらさ、 もう全身痛いわけ。どこが痛いかわかんないわけ。はい、はい。許可します。いきます。3、2、1。ありがとうございます。はい、はい。ありがとうございます。これ、はい、お願いします。それも、可能ないですよね。ちょっと。ヘッドホン。はい。こっち使っていいですか？大人は複雑。CM。CM。 うん、入ってる入ってる。今ユーストの方でも音声流れてますか？はい、ツイキャスも。はい、そんな感じで皆さんこんばんもやってまいりましたよ。<笑>痛くて話が続かない。<笑>今までちょっとピンク色の口紅使ってたら、うんうん、光で反射してすっぴん状態で映ってんだよね。<笑>モニターが具合悪そうに。まあ具合悪いんですけどね。はい、緑にました。こんばんは。停電。 あの、内地はすごいって。マイクも。マスターさんどちらなんですか？ね、三重？三重。ああ。それが高知。どっかち、あの辺りがちょうど。今行ってんのかな？四国、関西。お昼頃四国だったからね。じゃあもう。多分行ってるね。四国から関西。そんなに持ってくるの？え、どう、本当にすごい。伊勢湾台風並みとかって言ってたね。確か台風20号の時もそう言ってたよね。うん。 あ、25よりも強いらしい。ね、なんか勢力衰えず、うん、あの、そのまま突撃みたいな。<笑><笑>何？そんなもんですよ、最後。<笑>うん、なんか間違ってはないけど、なんだろう。<笑>下げましたよね。はい。痛い。痛い一言でも、 この場所にいたいとか一緒にいたいとか痛みがあるのいたいとか、たくさんの意味がありますね。今日も楽しんでいきたいと思います。はい、まだ23秒ぐらい。へへへへじゃない。この曲好きだな。はい、やってまいりました。皆さんこんばんは。火曜の夜7時、エリューの愛でオープンザセサミ始まるよ。 皆さん本当こんばんは。沖縄真っ暗でございます。はい、先週までね、まだこの時間夕焼けがなんかいい感じだったんですけど、うん、とっぷり暮れて、でも私たち全然寂しくないよ。<笑>なんかこれからこう秋の夕長を楽しむ、うおーっと言いながら、あそこにまだ本当ですね、なんか夕焼け、なんかもろ茜って感じですね。ですね。うん、茜色の、なんかこう、 なんかあの着物でね、赤い毛出しというか、うん、ちらっと見える。うわ、色っぽいですね。そう、でもそこに女の強さが見える。なんかそういうちょっとね、色っぽい話になってきましたが、はい、でもあれって裏切られた女の人の歌を歌う時に使う言葉なんですよね。あ、赤い毛出しとかね。
はぁ、まあいいんじゃないですか、秋だし、物悲し。でも私、食欲の秋だな。まあ優先はそうですね。はい。はい。と言いつつ、今週も一周飛ばしでまた遊びに来てくださいました。はい。こんばんは、牛乳、いや、ちょっと、ひふみです、ごくんちょ。あ、いや。あ、いや。あ、いや、さすた。はい。違うんですよ、本業牛乳屋なんで。はい。そうなんです。もともとのラジオネームが牛乳屋のひふみって名前で売ってたんですよ。はい。最近牛乳屋外して。なんかわかる気がして。私たちのこのテンションだから、はい、いつものひふみずバーのこのかっこいい雰囲気じゃなく、そうなんです、砕けてくる。そうなんです。ね、テンションはね。あそこは、あくまでもお客さんメインのバーなので。まあ、ここもお客さんメインよ。だから僕がメインになってるの。違う。え、お客さんなの？あ、じゃないですか。違うの？あ、違うんだよ。あんまり意識したことなかった、そういえば。あ、そうなんですね。わかりました。どうもすいません。チーン。え、そんなことないです。あの、合格の、のど自慢の合格の3つかで鳴らしましょうね。キンコンカーン。3つ？合格はもっとなりますよね。あの、1つと2つは残念で落ちちゃうんだけど、3つ目になったら合格なんだよね。へぇ、うん、なんかいっぱいなるっていうイメージはありますけどね。キンコンカンコン、キンコンカンコン、キンってなる。そんななりますかね。なるけど、なるんだけど、なるんだけど、1割、金3つ合格っていう。3つ以上がなると、OK。うん、3つ合格。3つ合格。そうそうそう。うん。こんな感じ。OK。じゃあ、みさとどうでした？ 1 週間。1週間は、ほんと風のように一週間がまた過ぎました、今週。わあっという間に気づいたら火曜日来たって感じの。そうそう、また火曜日したから。なんか昨日は火曜日じゃなかったって感じ。正直。なんか一週間何してたかわかんない。もうほんと、なんか気づいたらほんとラジオがあるから火曜日を認識してるって感じだった。そう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 。ほんとに。わかるわかるわかる。ほんとに。あー、なんかだるいながあるから月曜日を認識するようなもんよね。そうですね。あー、今週も始まったっていうような感じだけど、本当火曜日があると、あ、今週がまた1週間始まったなっていう感じになりますね。うん、本当になんかで、この火曜日終わると妙にホッとすんだよね。なんか一仕事終えたじゃないけど、本当にあの、あとどうスケジュール組もうがあんたの自由よって言われてるようなそんな感じで。なんかない？いや、僕、丸一日の休みがないんですよ。そっか、必ず朝は動く。そうそうそう。なので、週のスタート、僕の中ではどこでも なくて、毎日一緒なんです。ああ、はい。そうね。そうなんです。うん。なんかいいかもね、それ。はい、山ちゃん、一週間どうだった？はい、前頭炎症のあれがあったから、そうっすか、バタバタでしたね。いいな、私はもうなんかさ、何、携帯じゃない、フェイスブックでピロリンってなるために、みんな前頭のアップしてるんだよな、オリオンビール飲んでるなとか。今年は、今までに最多のライジオ出だったんですよね。今までで一番いっぱい来てたっていう。やっぱりさ、あんだけ暑かったら、なんかちょうどいい具合に、ね、フェスタの時、ちょうど、ちょっと、待って、ちょっといい感じの風が吹き始めてたじゃない、だからみんななんかこう、あそこに集まりたくなる気持ちはわかるよね。夕方行ったらもう座れないって言ってました。ねえ、いいのよ、座んなくて。ああいうところはね、座らずともね。座らずこう、ね、いろんな、結構いろんな食べ物屋さんも出ますしね。まあ終わってから言うのもなんですがね。そうですね。はい。はい、はい、はい、はい。こんな感じでございますよ。はい。はい、緑のマスターからお店の電子メールしたよーと、来ておりますね。あ、様子ね。OK。あとで山ちゃんに読んでもらいましょうね。はい。ちゃんおかさん、お茶でもたくさん飲んで、と。ありがとう。それで失われるね、きっとね。はい、ありがとうございます。結構、ひふみさんのさ、フェイスブック私毎日見てんだけど、毎日、本当に、可愛らしい言葉と、お花がアップされてんの。あ、そう、毎日写真を撮ってます。あれ、でも、今、1週間ぐらい前の写真かな、撮りためて、天気悪い時とか忙しい時は撮れないので、あれじゃない、そのうち、お花がちょっとなんかこうね、いい写真撮れないから今まで撮りためた彼女たちの写真とかなんか無視始めそうな。人は撮ってないです。あ、撮ってないの？心のアルバムにあります。誰にも見せない、見せないね。まずいんでしょうね。開くとちょっと大変なことになるでしょうね。結構あ、無事だから奥さん、飲んでる最中に寝落ちしてゴミ箱に頭突っ込んじゃうんじゃないの？焦がすなりましたね。
セプテンバーですね。ねえ、スミレイロ。ラブですよ。ラブですよ。ラブですか？ラブですよ。スミレイセプテンバーラブですね。そうそうそう。まあ何でも愛に持っていきたいと思うエリューでございます。はい。里は何に持っていきたいですか？私は今ゆっくりしたい。愛でしょ今。すみません。ごめんなさい。今戻ってんのよ。戻ってなっちゃった。すみませんね。本当に今スッとなりました。愛ですね。スっていうのかね。あ、なるほど。ごまかしたい。もっとね、絶対チー置いた方がいいです。誰がそれをあれするか、山ちゃんにやってもらうしかないからね。そうですね。探しに行ってるし。そんなコーナーでね、そんなコーナーで、今日も楽しくやってまいりたいと思いますが、今日のテーマ。はい。今日のテーマですね、メインが、はい、年を取るということ、年を重ねるということ、はい、その違いは何だろうっていうね、はい、ちょっと皆さんにもね、こうやって見ると、うん、なんだろう、こそで番組やってる時は、なんだろうな、高校受験失敗しましたっていう子も聞いてくれてたんだけど、うん、こっちに来てから、うん、ちょっと年齢層やっぱり同じぐらいか、うん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 、ちょっと30代になって、た人たちからスタートしてるのかなっていうのをちょっとね、あれかな、大人の番ね、なんかそんな意識なかったんだけど、うん、今までよく息子にね、はい、長男に、うん、お母さんどこをこうねターゲットにしてんのって年齢層、うん、そんなことないよ、もう幅広くって言ってる、いやそうでもないよちょっと2日3日前に気づきましたね、ちょっと絞られてきてますね、あーなんか俺おかしいの私のトーク10代にも通じるはずなの違う、曲が10代受けてないんです、え、でもさ、曲聞こえてないからツイキャス。そうですね、ツイキャスは聞こえてないですね。そっか、うん。でもやっぱりちょっとね、マジとか超ヤバとか言ったらついてきてくれるんでしょうけど。超ヤバとか今言うのかな。ごめん。だってなんだっけ、結構前ですけど、マジマンジとか言ったりとかさ、わけわかんない言葉使ってない、もう意味わかんないですよ。ハルンとかもね。ニコルンは名前ですよね。違う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 。ニコルンが言ってることは。あ、それぐらいわかるし。ニコルンがわからない、僕。誰？タレント、うん、女の子前、リューチェルの、リューチェルと、番組中にマジ喧嘩をして、うん、そうです、そうです。女の子、そうです。モデルの子、まあ、モデル写真かな、セブンティーンかなんか。うん、ニコルンじゃなくて、え絶対違う子、ニコルンですよ。テレビ全然見てないの、わからないです、うんうん。そうなんですよ。なんかね、そう、うん、あの子言ってんの、全くわからない。で家とかで、うん、娘が、うん、こう略すじゃない言葉短く、はぁってあの自分のわからないことに苛立ちを感じるのと同時に、うん、略すなって日本をちゃんと喋んなさいみたいな、うんうんうん、藤田ニコル様ってそう、可愛いよ、可愛いっていうか好みですよね、藤田ニコル様、うんうん、あの子かな顔は浮かんでるけどわかんないな、こう金魚みたいな顔してる子だよね、めくりってしますからね、うんうんうん、なんかこうチュッてした感じなんかますます混乱を招きそうな勢いのあれですけど、はい、はあうん、あなんかみちょぱとか同じようななんかこうね、身をつけてるよね、意味わからん、あのみちょぱとかも分かんない、名前だけ知ってるけど、うん、今みちょぱは知ってる、みちょぱは知ってる、顔好みでしょ、みちょぱですね、みちょぱ好みじゃない、顔、うん、顔はね、うん、なんか似てるもん顔、はぁ、こんな感じなんですね、なんかこう、系統が似てるっていうか、やっぱり、なんだかんだ言いながら、うん、まるっきり自分と正反対の顔のタイプか、うん、もう本当にそっくりなタイプっていうか、うん、同じ系統の人を好きになるよね、人って、そうですね、なんだかんだだから自分を好きなんじゃないですか、うん、いやお客さんで、うん、ご夫婦でいらっしゃる方で、とっても似てる人いるんですよ、私、この間びっくりしたのは、うん、ほら、響きでのライブ見たじゃない、うん、エイジーの、はい、見ました。リードギターの、うん、なんだっけ名前、ともひろさん、あ、ともひろさん、はい、奥さんそっくり、びっくりした、かわいい奥さん、はぁ、うん、そうなんですね、少女漫画に出てきそうというか、はぁ、なんか癒し系というか、軽かったな、そうすると、ともひろさんも癒し系の少女漫画。少女漫画かどうかちょっとこう、そっと包んどきますけど、うん、でも、癒し系の方ですよ、ほんと、とっても。そう、うんうん、だからやっぱりみんなこう自分の顔に似た人を好きになる、うんうん、結果的にね、結果的に似てくるっていうのもある、いや似ない、元から似てるんですかね、やっぱりどっか似てるものがだんだんもっとより似てくるってことじゃないですか、本当にこの間本当にあれ京
たいっていうぐらいの、本当にそっくりなご夫婦がいらっしゃって、でも、この雰囲気は絶対結婚されてる人たちだなとか。やっぱり、なんかこう、好きになるときって系統が恐ろしい。なんかね。一緒か正反対か。そうそう。時としてさ、家事やってる人の、なんかパッと見たら、ああ、こういう好みなのねって分かんときあるよね。恐ろしいほどに。なんか感じ焦ってないのかなって思うときがありますね。ああ、なるほど。私のことじゃないよ。はい。まあね、そんな感じなんで、はい、そうつい最近ここ、ね、なんかあれで嬉しいことって何かあった？嬉しいことですか？嬉しいこと。喋れない話思い出して、ニヤニヤして。あいつはこの嬉しいのはみんな彼とのこと。そうですね。いいの。私たちに任せてね。手つないだの。それ。おはよう。何を言ってんですか。はい、どうぞ。そこまでにやけたんだからみんなに言いなさい。この間ハイキングに山にまた登りに行ったんですよ。で、今度はちょっと難しいコース行こうってなって、沢を。いや、ネイチャーワールドですよ。いつもマッスル系の話。いや、僕、でも、沖縄の山登りたいんだよ。本当に、沖縄の山は丘でしょ。違いますよ。丘だろ。結構ハードでしたよ。信じられなかったけど、一回。なんだっけ。あれは絶対ダメですね。もう本当に今度ちょっと、石川岳っていう山なんですけど、あそこのコースが、ロープ使って登ったりとかするようなところがあって、で、川の中とか沢の中をこう、もう道なき道を歩いていくんですよ。前の日に雨が降ってて、滑りやすくて、私、石で滑っちゃったんですよ。で、そのまま足が川にバンと落ちてしまって、で、膝を打ちの痛っってなって、もう、ちょっとだけ勢いよかったんで、髪の毛もこうこの辺がバシャーンとついて、はぁってやばいって、でもまあ大丈夫って言って歩こうって言ってたら、しばらくして向こうがちょっと見ててって言って、自分も川にわざと入ったんですよ。で、自分が、私だけ多分気持ち悪いでしょっていうので、自分も入ってくれて、面白いな、この人と思って。そう。で、でも、この人絶対それやらないと思ったんですよ。本当に嫌いなので。何をやるんですか？いや、いい話だわ。若いうちは、そうやって一緒に入ってくれたら、もう何って思うけど、ある程度なってくると、いや、そんなの無駄だから、ちょっと服変えてあげようかの方が私は嬉しくていい話なんだけど。予想外だったな。服は、いや、予想外ですよ。彼氏最高っすね。私も本当予想外しかないし、女様抱っこが温度かなと思って。全然全然、エンサ想定ないですね。私想定外でしたんで、なんか私ね、全部全て人生想定内でなんか起きてることが、ちょっと想定外のこと、そろそろ周り起こしてくれないって怖いよ。どこ行ったら想定外なのかな。何か、でも私、みそとの話は毎回楽しい。あ、そうだね。よかった。ありがとうございます。いいですね。はい。とってもいい。そうなんですよ。でもやっぱり、みさとの、とみさとの彼のね、ラリーの話聞いてると、あ、若いな、あったな、そういう若い頃、ムフフって思うんで。で、ムフフって思った時に、次に来るの。年重ねてきたなって。ああ、なるほど。重ねたんだ、ね。そう、ミルフィーユのように。ね、ああ、いいんですね。おいしそう。サクサクしてるうちに次の段階行きたいという。おいしいうちに召し上がるですね。はい、じゃあ、ひふみさんは？おいしいことですか？今日ありましたよ。うちの娘がですね、2年間、ウォーキングホリデーで、オーストラリアに今日旅立ったんです。今日から2年間ですか？頑張れ。借金してね。寂しいでしょ。いや、自分はもう子供たち3人いるんですけど、海外で生活するように育てたつもりだったので、長男は半してない家にいるんですけど、長女が今回初めてお守りでやっと行ってくれたって感じ。なんだろうな、こう子供たちには自由にっては言いながらも、やっぱり寂しいよ。寂しくないことはないけど、別に一緒に生活してても寂しいのは寂しいですよ。とっても今驚いたよ。想定外。想定外。今来ましたよ、想定外。いや、なんかね、この間。だってさ、彼氏と電話で話してるのとか聞いてたりすると寂しくなるじゃないですか。あ、娘がですか、目の前。
ない。だから僕が酔っ払って眠って、うん、寝てたら、うん、僕が寝てると思って、うん、長女と次女が、うん、彼氏レディガールズトークを、また彼氏ができたって話を長女がして、ね、次女がまたお姉さん彼氏できたのって言って、見て見て見てって言って写真見せて、また黒人ねとか言ってそう、ずっと外人としか付き合ってないんですよ。でもその彼とは今今日から2年間旅立ってる、うん、だからもうこのワーホリ行くって決まった後に付き合い始めたんで、まあ、最初から期間限定でお付き合いしてるんですよ。でそういう設定そういう約束でお付き合いして、はい、もう今別れたんですよ。少し前に別れたんだけども、この間話したらもうとってもいたいって言って、私結婚したいあの人と言ってるから、はあ、選んだりしたんですよ。でも今自分の夢があるからこれやって2年帰ってきて、はあ、その時本当に愛してたらまた一緒にそこ行くっていうから、あ、じゃあ別に別れる必要なかったよね、うん、なんかこう普通に付き合ってて、若いから空気で消すらしいですよ。え、うん、賢くなったのかな。じゃあ若い人はそれがずるいってなるんで選ばないんですよ。違う若い子の人の方が多いよね、うん、そういうのね、うん、逆にこうまあグラデーションで生きていきましょうみたいなだからいい子だと思うよ娘さん、まあ、はっきり言ってみてもいいですね、うん、お母さんに見た、そうかもしれないですね、うん、誰さんの今一瞬躊躇が見えましたよ手元になんかね、そうなんですよ。だから嬉しいですね。ああ、そうか。まあなんかそんなことなんで、私は、うん、私も実は今日いいことっていうか、嬉しいなって思うことがあって、うん、友達になってどのぐらいな、友達というかこう知り合ってというか、うん、どのぐらいになるかな。とってもこうなんかすごい頑張り屋で真面目で、うん、いいやつなんだけどすごいシャイで、うんうん、だからなんかこう。こうなんかうまく自分の気持ちを伝えられない、うん、やつがいるんだけど、うん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 、でもなんかこうまあ一般的には勝ち組の人なんだけど、うんうん、またそのなんていうステージをアップしたというか、うん、そこに至るまですごいなんかこう、うん、なんていうのかな、私から見るとすごいこう、うん、自分とこうなんていうのかな、すごい向き合って戦うじゃないけど、うん、自分っていうのを一生懸命見ながら進んできてたのを見てたから、うん、ここ2年ぐらい頑張ったよなーって、すごい嬉しくて、うん、なんかめちゃくちゃ嬉しくて、それでなんか久しぶりに1時間ぐらい喋って、うん、で電話切るじゃない、なんかやっぱり嬉しくなって、またよかったねってまたそんだけなんだけどさとかって言いながら、じゃあ今度招待してよとか、飛行機のチケット待ってるとかって言って、とかって言いながらまあなんかね、なんかこうやってずっとなんか一緒に関わっていけたらなって思ってる人ではあるんだけど、すごいなんていうのかな、なんか自分のことのように嬉しいってよく言うじゃない、うんうん、で自分のこと以上にって言うけど、うん、私それは違うような気がしてて、うんうん、もうなんだろうな、もう一緒、うん、もうなんか仲間家族っていう意識があるから、うん、もう一緒同じように嬉しくて、うん、もうなんか、うんうん、久々になんかスカッとした感じだった。いいですね。なんかそういうこう、ね、ハッピーな話というか、うん、誰かがこう、うん、嬉しかったよとか幸せだよとか、今日ちょうどその話もしたんですけど、うん、その話を聞くととっても自分も嬉しくなる、うん、なる、うん、そうなんですよ、うん、なる。本当ひふみさん来るとさ、オープニングトークでなんか一つのコーナーができちゃうみたいなねそうですね、あったんですけど、そうなんですか、はい、そうで、山ちゃんどう、この頃なんかこう近場で、あ、嬉しいなって思ったこと。あ、嬉しいなはいっぱいあるんすよね。にやけすごい、もにやけがね、うん、じゃあまあその中の一つ、喧嘩しない程度に。喧嘩しない、何言うんですか。なんか1個言ったら、私のも言ってくれないのとかさ、なんない程度のいい感じで言って。あ、いやいや、そんなお話じゃないですよ、仕事ですよ、仕事。ひふみさんのね、番組が始まって、まあそれもとっても嬉しいんですけど、その結構順調なんですよ。はいはい、ね、ひろみさんね、はい、なんかこういいですか、はい、なんか、うん、妨害電波出してきてる、フルマジラーしてましたね、なんかね、うん、一緒だけ、やっぱりそれでも嬉しかったですよ、僕ね、ひふみさんに乗ってほしいなと思ってたんで、うんうんうん、
前にから言われてさ、そうそうそう、面白いから喋ったらっつって、うん、やっぱりここでは暴露ネタとか入れてもらった方が面白かったですね。そうですね。何かをこうね、言うとなんかこうなんかスマートな山ちゃんをこう見せるのではなくて、いやいや、暴露はねもう最近はちょっとやめてるんですよ。待ってるわけで皆さん、あの、はい、どんどんこれからねいろんな話が出てくると思いますが、どうぞ皆さんこの2時間こちらにお耳を傾けていただけたらと思います。ではでは20秒のよろしくね。はい、お願いします。次何にします、パターン1の、あ、今はい、はい、あれでお願いします。効果音がいっぱいありますよ。トイレか。すごいね。はい、お願いします。うん、いいね、この曲。さて、いきますか。はい、では今日のテーマ、みさと。はい、年を取るということ、年を重ねるということね。これ大きい違いあると思うんだけど、うん、でもまあなんかいろいろ振り返ってみて、うん、まあ振り返るのも1秒前だったり10秒前だったりあったり、はい、まあ、うん、私なんかこの俺やっぱりみさとといるから、こう自分の 年代というか、あの年の時何やってたかなとか思うんだけど、うん、私子育てしてたからもう、そうですよね、うん、あ、でもこういう生き方もいいなとか、うん、私が今の生き方を変えるのは人生ゲームを子供たちとやってる時だけですね。ほー、うん、好きなのよ、あ、俺はあの人生ゲーム、そう、人生ゲーム、はい、うんうん、そう、はい、あれをこうチビが持ってくんだけど、私あれ嫌いなの、時間かかるから長いね、金計算をするのがめんどくさ。あー、うん、まあまあそうですね、結構細かくね、いろいろやることは多いですからね。で、なんか子供たちはやっぱり結婚もしてないし、うん、やっぱり空想の中でのやっぱりゲームなのよ。はい。だから、その中でやるから、もちろん結婚しますってなったら結婚するし、はい、もう生命保険入りますか入りますかとか、はい、何がこうだ、ああだってやっていくんだけど、うん、結婚するかしないかってこう道が二つに分かれるときは、はい、お母さんゲームの中でぐらいは結婚しないよとかって言うんだけど、子供たちがそこで言うのも、うん、結婚したらね、結婚のお祝い金はもらえるしね、うん、それにね、子供生まれたらね、また子供の、生まれたらお祝い金もらえるんだよとか言うわけ。うんうんうん、あのね、あんたたち分かってるって、結婚のお祝いもらったらお返しするんだよって、子供のお祝いももらったり、ちゃんとお披露目やったりとか、うん、お返ししたりとか、うん、年賀状も写真入れて作ったりとか、いろいろかかるんだよって、うん、黒字にならないよ、赤字だよって言ったら子供たちが、はっ。じゃあお母さんは今の人生後悔してるの？いや、そういうことじゃなくて、うん、ゲームの中だけでは、一人にさせて、うん違う人生をね、そう、せめてこの中で、うん、一人にさせてって言ってこう車をこっち独身の方にさ進めるわけじゃない、はい、そうするとおちびが孤独死孤独死あ孤独死孤独死が待っているこいつってこうね、はい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 、戻るわけじゃない。うんうんうん。結局戻るんだ。まあまあもううるさいなと思って。そうやってやるんですけどね。本当で、お金をこう管理してこう渡すのが次男坊の役割で、うん、きちっと揃えるわけ。はい、誰も触るなとか、うんうん、めんどくさとか、もう全然もう興味ない。確かにきっちりしてますからね。そう、うんうんうん、楽しいですかそのゲーム。私、うん、途中から乗ってくんだけど乗っちゃうんですね。そうそうそう、うんうん、ちょっとボーナスポイントとかで何ってそうかそうか、あれ結構面白いですけどね。今またなんかいっぱい進化してるじゃないですか、内容が。昔よりもっとなんか複雑というか、うん、いろんな項目が増えてるし、すごいよ、職業をグレードアップしますか、うん、みたいなね、うん、そうびっくりしましたもん。お宝カード、うん、なんだそれって思った。そうすると欲しいものじゃなくて、うん、もう金額の春のを選ぶわけですよ。妙に現実的ですよね。そうそうそう、とりあえず金額が高いやつねみたいな。そうそう、確かに、うーんとかって、そんなね、うん、なんか逆に私はあの人生ゲームのね、うん、ボードの上で闇を見ますね。楽しいのかな。
私は私はあまり私ねゲームは全て楽しくない、うん、正直オセロとかしてても、はい、やっぱりか